するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それでは南三曲一本バー開始してください。皆さん手配開けてください。ドラガさんピン、土田さんの親がつながりました。今回のハイパイ、初が統一早そうな手だよね。まあ仕掛けて いくってね、前回の最後おっしゃってましたけど、仕掛けていきましょうよ。だからローピンいらない。あ、ローピンいらない。ドラ色はさようなら。仕掛けにくいんで、ドラの色って。ハッチ仕掛けた後ってどういう進行になるんですか？ポポンで終わりですね。ポポンローンですか？その前に三層とか引いてきたらちょっと難しくなって、一色の相図の、相図の面も出てきますけど。はい。でもほら、ここだもん。ハッチ以外仕掛けるところは？嘘。今回はじゃあハッチは1枚目から。はい、当然ですね。仕掛けていく。なんだったら9万もないでもいいぐらいだよね。9万から。2枚目は。もう一色いかないんで。あ、なるほど。いいそう。ドラガさんピンのこの曲は、今回、初が統一で動いていきたいとおっしゃっていましたが、まだ出てこない。トンは、谷一枚切れ、残しました。現状まだ、5400点のラス面。面前で仕上がる場合はね、アンコが増えないとこうも全然、このキュピン。ツモが効かない。赤も入ってるルールなんですけれども。しばらく赤見てないですね。ここ最近連絡が取れない、うん。入ってないのかもしれない。いやー、ツモ切りが。関連牌効かないもんね。はい、かなり続いてますね。土田さんでもこういうことあるんですね、やっぱりね。今年の最初のあのお参りは末吉だったってことな。でもおみくじ引かれたんですね。はい、毎年引くんで。へえ。今日引いたら違う お寺に行ってまた引くんですけど、それで3回引いたことあるの、全部今日不吉な年ですね。そういう年もあったんです。去年大吉だったんですよ。そしたら高級しちゃった。いいことないですね。どうだ？タンは？他に出てないションパイです。これ難しいですね。どこ離すんだ。数層2枚毛、ローソー全部見てる。いや、ここが変則の切りで神茶変ですね。自敗切ってくれなさそうなんですよ。でも下茶ももう変ですもんね。下茶は早そうな切りね。スピード感ある。よし、選ぶのはどうするのでしょうか。あなた何選ぶ。急に私への選択。正直ですか。私こういうの三層でしょ。そうなんですよ。三層切って赤嘘入ってるし、 Q1 最終悪くなくて一数1も話せない、ね、これ決断でしょ。こうローソ4枚これで見えたわけですよ。はい、3万か2万が重なればもうチートイツ上がったも同然。馬強が味方して、この手チートイツに行くんですか。はい、ここに来て3万か2万来い。出てきた。E1 だ。組み合わせできちゃった。ってことは、まあでも、3層か、ね。まあ3層重なりそうなんだけどな。でも、チーソーパーソーもいいですよね。で9層神社が出てたらチーですから。あ、楽ですか。あ、なるほど。で、ダウーソー。うん。すごい方向転換が、一巡ごとの変化がすごいですね。マンズ重なれ。2万貸して。ほら、ここ来るんですよ。チートイツイシャンテン、何を残すんだ。チーソー悪くない。これいつもなら1万残すんだけど、ちょっと変だから。ちょっと変というのは、2万場に1枚切れ、3万が来る時かな。3万がで、チーソーで飯取ろうか。え、3万が来る時っていうのは何。こう時間がね、点数ない時は3、7が重なりやすいんで。
今のこの置かれてる自分の状況に合わせて残す牌を変えたってことですか。いやこれハマるのかどうなのか。これで数数はどうです。2枚半枚切れ。 E1 が2枚切れです。ヤンマン手出ししたんで E1 切ってリーチすると、はい、ペン3番嫌ったかのようにも見える。で3番で待つとか、もう出上がり期待なんで。じゃあ3番とチーソーはどちらもこう候補としては抜群いいってことですね。いや初泣こうかなと言っていたスタートから考えながらチーソーが出てきた。あれどういう持ち方だったんですかね。ローソーがカンパスを外してきてますよね。で場に全部見えている今回の。え、すごいリーチだ。これいいでしょ。すごいショットとしては。3番どうです。1枚はあるね。山にいますか。あと出上がりも期待できるんでこの3番は自身でロー1切っていてペン3番も払っている。あナヌ追いかけリーチだ。負けてたまるか。リーチ合戦になりました。これ一発で積もったら気持ちいいね。あーイルカさんはどうなんだ。ちょっとごめんなさい、一回カメラの方に見えなくなるね。ちょっとごめん、一回見ない。あーちょっと待って、みんな見えた。これだったよ。はぁこんなことがあるんだろうか。最後ですよ。そうか、地獄にしなきゃいけないのか。最後でしたよ。工夫と努力で。工夫と努力っていう言葉が合っているのか分かりませんが、そうか、そこまで、そこまで神様は俺を試していたのか。すごいな。これを1番を11発で積もってたら神だったの。本当にすごいかったですね。ゴッドって呼びました。そしたら今日から私。いや問題はね、今一人じゃないってことなんですよね。クマン最後1枚残っているかさんは、そしてトイメントのリーチ合戦ですからね。ほい、あれパーソー積もってたんじゃない。あー確かにそうですね。論争が見えてるだけにパーソーも待ちとして良そうでした。こっちは入り目だーかー心の声が全部生まれています。あれなんちゃの人も来てるね。上がりきれるか。なんちゃの人が来てる。この人なんか押してきてる雰囲気の安全牌の切り方に見えたけどね。そうですか。ってことは先輩入れてるように感じている、うん、そう。え、まずいじゃないですか。敵は2人ってことですか。印刷させてくれ、もう。お、なんちゃの手が止まった。先輩、うん、してたんですね。今リーチが入ってるわけでもないのに多分安全牌ないんじゃないの。そのように感じる。あるな、安全牌。ああ、あるあるある。よし、3番来た。ちゃあと2回積も番。息を吹きかけた。なんくそー。あ、でもね、ギリギリの中で、決着はついていない。あと1回。よし、よし。ここで引くのが、チートイツの、技。1万だった。これ1万ってできないもん。流局でございます。さあ手配手配の方。あらもう悲しいな。リャングピンドラドラだ。こっちはチートイツです。ふざけてる。いやでも3万残ってましたね。3万いました。最後に引きむね。1回つも降りるなよ。1回のつもここの前で引きましたね。降りるなよ。いやー、リーチしとけよ。うん。関数ピンはかなり危ないですよね。立ち向かうにはちょっと弱いか。あ、なんだよこれ。いやー、E1 なら一発つもでしたー。で、まあ自分の放送通り転売できて。いやすごい。1万にしとけなかった未熟さが。いや未熟というかこれ。すごいですね。今回初泣いていこうかって思っていたところからデキメンツをぶっ壊し、見ていただければ分かりますけど、はい、ここはほら変則手で初難持ってるの分かるけど、うん、山に全部殺されてるんですよこの初難。本当ですね。あと1枚ずつワンパイだ。で問題の9万は良かったんだ。ウーソーカードはだけどこれきつかったな。
手慣れで打ってると後付けのなんと初のシャンポン、はい、あの時なりますね、ええ、いやでも上がりはこの統一の E1 ですかしかない。これを一発で積もれる能力がないと巧みじゃないよね。いやいやそんなことないです、大丈夫です。そんな人の方が巧み少なかったと思います。こういかないと。大丈夫です大丈夫です。そんな人はいないと思うんで、あんまりこの世の中に今活躍してるプロなんかいませんよ、多分大丈夫です。その前にここでロウソク切ってる人ほとんどいないんで安心してください。こうならないです。はい、切らない？なかなか酸素切るよね。そうですね、安全にね。はい、私はつまんないタイプなんで酸素でしたね。いやー見応えはありましたが、残念ながら上がりきることはできず、ですがね、リーチ合戦になってまたまた、はい、掴みませんでしたから、はい、今回ちょっと展望増えますね、またね。本当ですよ。500点はい、さあというわけで土屋さんの親がまだまだ鈴木教託が増えてきました。よし、どうなるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。